手首をひねります。こうすることによってここに跡が残りにくいので失敗しないです。こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はいはい、始まりました。美咲の部屋です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は、美咲の巻き方レッスンです。なるほど、今日はレッスン会、一緒にやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。で、はい、抜く巻き方と抜かない巻き方、これ結構聞くと思うんですけど、これをちょっと詳しく解説と違いをやっていきたいと思います。まずは冷えたコテで練習していきましょう。毛束を取っていきます。私はだいたい耳前くらいで取っていくんですけど、コテよりも太くなってしまうと巻きにくいので、コテよりは少なめで持ってあげると巻きやすいです。では実際に巻いていきましょう。今日は外巻きに巻きたいので、挟む方を外側に置いておきます。中間から毛束を挟むんですけど、挟んだ瞬間に手首をひねります。こうすることによってここに跡が残りにくいので失敗しないです。巻く方向は外向きです。こっち側です。毛先が外に向いたら1回転なので、ここで抜いていきます。抜くという意味はコテの頭の部分を毛束から抜くという意味です。これで一つの工程が終了です。もう一度やっていきます。コテを持ち替えて少しスライドします。で、1回転で抜いていきます。これを何度も下毛先まで繰り返していきます。スライドして1回転、手を持ち替えて抜く。この時にここはあまり引っ張りすぎずにやっていきます。コテを持ち替えてスライド、1回転、もう一度コテを持ち替えて抜く、スライド、1回転、持ち替えて抜く。毛先まで巻けたら終了です。次は本当に巻いていきます。コテの温度はなるべく低い方がダメージが少なくなるので低めで巻いていきます。先ほど言っていたようにやっていきます。抜く、少しずつスライドしながら抜いていく。コテが実際にあったかいので、なるべくスムーズにできるといいかなと思います。こんな感じで巻けたら少しほぐします。このくらいの軽感です。逆に反対側は普通に抜かずに巻いていきます。外巻きでスライドして巻いていきます。はい、両方巻けました。こっちが抜いた状態で、こっちが抜かない状態の巻き方です。このくらいのカールの違いができます。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございます。ね、やっぱ抜く巻き方って確かによう聞くね。そう、聞くけど、ね、皆さんできないっていうので、多分ちょっとね、やり方もややこしかったかもしれないですね、はい、だけど、慣れたらすごく綺麗なウェーブになるよね、はい、これね。普通に巻くよりもやっぱりこう立体感も出るので、これをやりたいっていう人も結構多いなって思って、今日は説明を心を込めてやりました。心困ってたね。はい、私の言葉で
基本的にじゃあ結構まあカールが取れやすい人とか、うん、なんかまあねウェーブちょっときつめに出したいっていうウェーブっぽいのがいいっていう方は多分こっちの抜くの巻き方がいいと思うし、いや私も緩めがいいと、うん、っていう方は、まあ、さっき言ったようにこう滑らしてきて一回転だけさせて滑らしてくるやり方でこのぐらいのカールが出るかなと思うので、でまあその本当にね自分がやりたいヘアスタイルによって巻き方を変えていってもらえたらなと思うので、はい、まあ、よくね美容師さんのなんかインスタグラムの動画とかでもな、よく見るやん、ね、やっぱこう抜いてるこっちのこう巻き方でやってる方が結構多いので、でそのやり方をやりたいっていう方はぜひ抜くやり方をね覚えてみてください。やってみてください。はい、この動画が良かったらいいねボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。